どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。もしこの動画を見ているあなたがなんか心の中でモヤモヤしてるなって思ってるとします。で、その状態をこれからもキープし続けてしまったら、もしかしたらちょっとしたことで家族と喧嘩をしてしまったり、ちょっとした誰かの一言によって傷ついてしまったり、あとはよし仕事しようってなった時にもなんかモヤモヤしてるから集中できないなって、あまりいい結果が出られなかったみたいな、出られなかったっておかしいですね、あんまいい結果を出せなかったみたいな、そういったなんか悪循環っていうんですか、なんかあんまり良くないことが起きてしまうんじゃないかなというふうに思いますので、今回の動画を見てそのモヤモヤをすっきりしてほしいなと、もうなんかそのヒントがシェアできればいいかなというふうに思ってます。で、もし今回の動画をあんまりなんか僕に私に俺にとっては関係ないなっていうふうに思った場合は、ブラウザバックをして他の動画をお楽しみください。そもそも僕はこの 1,2 週間はなんかモヤモヤするぞっていう、そんな状態が続いてました。過去の動画でシェアした通りに、なんか例えばポジティブなワードを唱えてみるとか、あとはこうちょっとこう運動をして、心臓をバクバクさせてスッキリさせてみるだったり、あとはコンフォートゾーンに入るためになんかいろいろ考えてみたり、まあそのメントレバーってやったりしてました。でもやっぱりなんかモヤモヤするんですよ。で、おかしいなと思ってて、まあその、まあ、メントレを続けてたんですけど、その中でスーッと引いてった、まあそんなメントレがありましたので、メントレってっていうか、まあこういうふうに考えたらなぜかスッキリしたっていう、まあそういう感じなので、まああくまでもこの僕の経験則になっちゃうんですけども、なんかスーッとそのモヤモヤが消えていって、あ、これいいなと、シェアしてみたいなっていうふうに思ったので、まあ今回こうやって動画でシェアさせてもらいます。ここでモヤモヤって何っていうその認識を合わせるために、またコトバンクさんから言葉の定義をちょっと調べるんですけど、モヤモヤとは実態や原因などがはっきりしない様、もやもやとした記憶、心やわだかまりがあってさっぱりしない様、まあっていう感じですね。なので何かあるのはわかるんだけど実態がはっきりしていなくてすっきりしないみたいな、そういう状態を、まあ、心のモヤモヤっていうふうにちょっと合わせておきましょう。先ほどの話に戻って、僕はこの 1,2 週間なんかモヤモヤしていて、なんかこう家族だったりこう彼女からメールが LINE だったり来たら、お、嬉しいっていうふうになるんですけど、それ以外は基本的になんかモヤモヤしてるぞっていう、まあ、そういう感じが続いてました。で、その中でこのステップ3ステップを踏んだ時に、そのモヤモヤがスッと解消していってくれたので、今回はその3ステップをシェアさせてもらいます。まあ簡単にシェアをさせてもらいます。で、まずステップ1つ目が感情を見える化するっていうことなんですけど、その感情を見える化する。で、2つ目に何を考えているのかっていう、その思考の部分を見える化するっていう作業をします。で、3つ目に、じゃあどういうことを今から、明日から、まあ今からですね、今から、今すぐできるのかっていうのを考えていくって、まあそういう、この3ステップになります。で、具体的には今から説明していきます。じゃあまずステップ1のこの感情を見える化するっていうことなんですけど、まずあなたのこう体の部分のどの部分にどういう形でどんな色をしていて、どういう動きをしていて、どんな音を出しているのかっていうのをちょっとこう想像上イメージでいいので、ちょっと視覚化してみてください。例えば僕の場合で言ったら、なんか溝落ちの部分にピンク紫なそのモヤっとボールのような形があって、動きとしては大きくなったり小さくなったり、あ、なんかアメーバみたいな動きをしてます。で、音はないですね。音はないです。なんですけど、溝落ちの部分にそのモヤモヤの、形というか、そういうものがあるなっていう、そのイメージをしてます。さあ、あなたはどんなものをイメージしてますか？もしかしたら手の甲に何かあるかもしれませんし、首のこの両サイドの部分にそのモヤモヤの原因があるかもしれませんので、ちょっとそれを想像してみてください。で、ここでポイントなんですけど、その感情を見える化する、まあ視覚化するした段階である程度のモヤモヤっていうのはなんかスーッと軽くなってます。なので、それを感じたら次のステップに行ってほしいなと思います。で、ステップ2の思考を見える化するっていうことなんですけど、これはノートにあなたが今何を考えているのかっていうのを、その単語でもいいので何でもいいので、その言葉でこう何を考えているの、頭の中で何を思考しているのかっていうのをブワーッと書きまくって、吐き出す、ま、吐き、もう吐き切るまで書き出してみてください。はい。
で、まあ、これがステップ2です。将来に対する不安とか自分に自信がないとか、なんかそんなことが結構多く出てくる感じがしてます。はい、なのでちょっとあなたもこのノートにあなたが今何を考えているのかなっていうのをとりあえず吐き出してもらって、どういう言葉がいっぱい出てくるのかっていう、まあ、その傾向みたいなのをちょっと分析してみてほしいなと思います。で、ここでポイントになってくるのが、まずステップ1の感情面の部分でちゃんと視覚化してある程度スッキリした状態でないと、その思考の部分でこうちゃんと書き出せないっていうことがあります。なので、まずは感情面、モヤモヤをある程度こうスッキリさせた状態で冷静に自分の頭を観察するっていうこと、まあ、このステップをですね、ぜひ踏んでほしいと思います。例えば僕がこうバーって書いた中で、なんかあの時なんかその無駄遣いしちゃったんじゃないかとか、お金の無駄遣いしちゃったんじゃないかとか、あとはなんかひげ剃るのがめんどくさいなとか、なんかそういうことも考えていたので、そういった思考がごちゃごちゃっとした状態が、なんかそのモヤモヤの原因がわからなくなっちゃってるっていう、なんかそんなのがあるのかななんていうふうに思いましたけども、モヤモヤってまあ大体僕が経験ってか思うに、将来に対する不安を考えている時に、なんか心がモヤモヤしたりとか、まあ不安や恐怖の感情がそのモヤモヤの大半を占めてるんじゃないかななんていうふうに思ったりもしてます。あとはまあ罪悪感とか、まあいろいろあると思うんですけど、嫉妬心とかいろいろあると思うんですけど、でまあこうやって思考で何を考えているのかっていうのが分かって、自分の頭の中の傾向がなんかつかめたかなというふうに思います。でそうなったら、じゃあ例えば将来お金の工面にちょっと不安があるのであれば、じゃあそのお金のなんか工面をどうすればいいのかっていうことを、なんか具体的に対策を立てて行動してほしいですし、あとは仕事の人間関係面でなんかモヤモヤしてるんじゃないかっていうふうになんか傾向がつかめた場合は、アファーメーションしたりとか運動してる場合じゃなくて、その仕事の人間関係面を良くするための具体的な行動を考えて、実際に実行していく必要があると思いますので、まあ、それをですねちょっと考えてほしいなというふうに思います。ということでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、僕のこのメンタルをトレーニングしていくっていうものはミニマリズムと同じぐらい長い期間やってます。なのでまあ3年以上はやってる感じです。でそれまでにいろんな本買って読みましたし、いろんな人の話を聞きましたし、いろんな音声教材をずっと聞いたりもしてました。で多くのものっていうのは、だいたいネガティブを感じたらそれを上書きしていきましょうとか、なんかそのネガティブを考えないぐらいポジティブなことを考えていきましょうみたいな、そんなものがすごい多かったです。で今も多いと思います。でもそれを僕がやってみてどうだったかっていうと、ネガティブをこの子に抱えた状態でポジティブを考えたりすると、なんかネガティブを自分自身でこうギュッとこう蓋をしてる感じですよね。なんかこうネガティブっていうものがあったら、ここネガティブをこう入れて、そこにこう蓋をしてギュッとこう出てこないように耐えてる、まあそんな状態なんです。なのでそれよりもやっぱりネガティブをしっかりと直視して、いやネガティブの原因っていうのをしっかり分析をして、それに対してこういうふうに解決策、具体的にアプローチをしていこう、具体的に行動していこうってやった方が、あのネガティブを繰り返さないっていうか、もう同じネガティブを繰り返さない、まあそんな経験を僕は何度もしてきましたので、そうまあいいなと思ったのでシェアをさせてもらいました。まあただ今回のシェアが正しいとか正解とかそんなことは一切ないですし、僕もまだまだあのネガティブはこれからも襲ってくるというか、まあ湧いてくると思いますので、まあその都度あこれがいいなと思ったらまたシェアをさせてもらいますのでよろしくお願いします。ということで、まあ、今回ちょっと簡単にシェアをさせてもらいました。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。